反面教師ですか。そして違いをもたらす違いね。まあでも消えていく人って明らかにセールスレターインチキなんですよ。あのレベルのインチキに引っかかるっていうのはどういうことなのかなと思っちゃいますよね。それこそ億っていう金額が集まっていくと。でビジネスってしんどいですよと、めんどくさいですよと、継続ですよっていうと、まあ、人は集まってこないんですけども、その代わりおかしな人って集まってこないんですよね。少数の熱心な人が来る、まあね、いわゆる吉谷さんとか我々のやり方ですよね。それこそコツコツやらないとダメですよとかね、年単位を確保してとか、一瞬で金持ちになりますよみたいなこと言わないわけですよ。でも、まあ、一瞬でワンタップでワンクリックでみたいな人はいっぱい集めるんですけども、いなくなりますよね。それに引っかかった人もろともいなくなるということなのかなと思いますよね。どん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 市場が健全化されればいいなと思うんですけども、市場にはやっぱりあやふやな結果を約束する人ばかりが人気で、いや結果再現性はないですよと、あなた次第ですよと、私があなたを稼がせるわけじゃなくてあなたが稼げるかどうかですよみたいなね、こんな当たり前のこと言うと、なんだじゃあダメじゃんって感じであんまり来てくれないというね、まあどっちにしてもどっちですね。でも本当にね、約束して結果を出せるものだったら約束したいんですけども、こちらとしては指導する方としてはね、いくらでも約束できるんですけども、指導を受ける方が約束してくれないわけでしょ。これ問題丸投げじゃなくて、いやこの実際に YouTube なら YouTube で毎日こうやって動画配信してるわけじゃないですか。でこのレベルでやれば、まあ稼げないってことはないですよ。40過ぎてもね、50が近くても、それぐらいじゃないですかね。結局やりましょうって言ってものをやらずになんとかなるのかなっていうふうに悶々としてるのが稼げない人の姿だと思うんですけどね。そしてそれをやっぱこうそこにね、まあ、つけ込んでね、あなたは何もやらなくていいんですよと、参加するだけで稼ぎますよと、このツール買うだけでみたいなね、まあ、そんなやり方言い方をする人はもういないと思いますけども、なんかそんな時期もあったなと思うばかりですね。忍ともかんとも、いってらっしゃい。